ビドの選手といえば、アクロバティックなプレーを支える強靭な肉体のイメージがありますが、こう自信のある部位とかってある？自分で言うのそれ、自信のあるところないよな、なんだろう。でももともとウエイトは上半身は一切やったことがないです。最近静岡に行ってウエイト量が増えたからもう怪我しないかなと思って上半身をちょっとやり始めたぐらいで、もともとあのちょっと上半身やると首痛めたり肩痛めたりすぐ怪我しちゃったから、本当に一切と言っていいほどやったことがなかったです。もう下半身だけガーッと重いものを持ち上げてそれでウエイト終了っていう形が多かったんで、やっぱり多分足とかがいいんだろうけど、あのだいぶ落ちてます。やっぱ練習量が落ちるとね、締まりがなくなりましたね。みんなにすごいトレーニングしてるねって言われるんだけど、実はそっちじゃなくて結構こうなっちゃってる感じです。太ももは結構左右差、太もももあるね、左右差測ったら全然違ったんだよね。やっぱ左の方が全部太い、背中まで含めて。実際測ってみてもいいですか？あ、測るの今日、マジで攻めるね。中学生ぐらいまでは結構細いとした細かったイメージがあったんです。かなり印象変わりました。やっぱりなんかその高校の時まですごい細かったんですよ。で高校ぐらいからナショナルチームに入っていろんな基礎的な最初ね、重りも持たないトレーニング、ジャンプしたりダッシュしたりから始めて、ようやくじゃあ基礎が固まったから重りを持てますってなったのが大学の時からで、もうそっからガーン大きくなっちゃったから、まああの体のなんていうんだろう、変化もあるしトレーニングのこの効果も出てきたっていう2つでかなり良くなったっすよね。何かトレーニング中で気をつけてることとかは、ゆっくりな動きをしすぎないっていうのも、ウエイトってすごい効果的だし、ランニングとかもある一定の体の調子を整えるっていう意味ではすごく重要なんですけど、卓球って結局思いっきり一瞬ダッと動いて止まって、で肺のこの機能を回復させてまた動いて止まっての連続になるんで、アジリティって言われるいわゆる俊敏性とか、あとジャンプ、やっぱジャンプする時とかってすごく全部の筋肉がいろいろなってくるんだけど、まあ、そういったところ瞬発性だったりだとか、あとはリカバリー能力、走って息が上がって止まってどれぐらいで回復するか、これを体に慣れさせるっていう、この3つがすごく重要だと思うから、中高生の知識ないとランニングしたりウエイトしたりするけど、間違った方法でやると逆になんだろう、体の機能は上がるけど卓球は微妙になっていくみたいなことがあるんで、まあちゃんとした人に聞きながらやるのがいいかなと思います。まずは1回いろんな種目をやってみて、それも1日1つやると次の日すごく分かるやつ、あこういう変化が出るんだって、なら休まずいろんな部位のところを1日1つやって、あじゃあこれ自分に合ってるからこれやりましょうみたいなのがいいと思います。じゃあ普段の食事で気をつけてることってないです。もう本当に好きなもんばっか食べてるから、まあでもやっぱ食べた分しっかり動くっていうところまでは考えてはいるけど、長い期間プロやってるとどうしても自分にこうストレスかけ続けると完璧じゃないから壊れちゃう瞬間っていうのが来るんで、僕はそれを食で結構補ってるところがあります。褒められて嬉しいところとか筋肉とか、なんか嬉しい言葉とか。褒められて嬉しいはあんまりないけど、ジャンプ力褒められるとか、あとはお相撲さんのやるこのしこってわかる、足をこうやって上げるトレーニングなんだけど、こういうのは継続してやってきてるからそれが安定してるねとか、めちゃくちゃ高く飛べるねって言われるとすごい嬉しいかな。自分がこの自分の中でいいと思ってる動作なんで。最後カメラの皆さんに一言、はい、トレーニングは裏切らない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。